フランキーの懸賞金が低い理由、麦わらの一味の中では7番目という、あまり懸賞金は高くないフランキー。しかしその実力は目を見張るものがあり、これまでの数々の戦いの中でも、完全に負けたような描写は少ない。麦わらの一味の中では、ウソップのゴークにも負けているのは、実力的に不自然であり、フランキー将軍にウソップが勝てるような未来は見えない。懸賞金が低いのは、フランキーに明確な伸びしろが残されているということ。一つ考えられるのは、バーソロミュークマから2球2球の実を受け継ぐこと。麦わらの一味の数字の法則からも、2球2球の実は誰かが引き継ぐのではないかという考察があり、一番可能性高いのは、クマに恩のあるフランキー。もう一つの伸びしろは、古代兵器プルトンの情報を知っていること。もう設計図は燃やしてしまっているが、技術力の上がったフランキーは、もしかしたらプルトンの一部分だけでも、フランキーの武器として使用するようになる展開もあるかもしれない。こういった強化を経て、一味の大半をごぼう抜きにするような懸賞金になったりするかもですね。